岡山市の百貨店で新春恒例の初売りが始まりました。3年ぶりに行動制限のない正月を迎え、開店前に行列ができるなど多くの買い物客でにぎわいを見せています。岡山高島屋では去年より2割ほど多いおよそ1500人の買い物客が行列を作り、予定を15分早めての開店となりました。今年はおよそ5000個の福袋を用意、中でも靴下やタオルの福袋は人だかりができるほどの人気です。走って裏道から走ってきました。服をいっぱい今年もいただきたいので、はい、頑張ります。来ないとお正月が来たようにないの。家にあるもんだけど、お正月だから新しいのが欲しいなので目玉の福袋には世界的建築家隈研吾さんがデザイン監修した300万円の小屋などが用意されています。大勢のお客様に来ていただいて無事開店を迎えることができてほっとしております。うさぎ年ということもありますので、ぴょんぴょん飛躍するようにしていきたいなと思っております。岡山高島屋の初売りは明日まで開かれています。